やーしゅくんこんばんは。小生セイワのノメラナワークをあざなおしょうけらと申します。普段はスプラトゥーンのチャージャー、主にリッターを担いで、ガチマッチ潜っているものではございますが、なんか友達からね、スプラトゥーン32024春の新しい動画が出たよってことで、まだ見てなかったので任天堂のこの動画見てみようと思います。レッツラゴー。めっちゃ発展してるよな、スプラの世界って。飛行機で、おお、飛び魚と、なんだあのマークは、マンタかなんかかな。さあ飛行機が空へ飛んで、それと同時にタコちゃんも空飛ぶ。あかわいい。かわいい。カジキ空港、あ、空港が舞台なんだ。なるほどね。あ、本当だ、空港だ。背景24式。お、なんか和風の傘出てる。弱そう。耐久力は、火力は高いんかな。マニューバーの新武器か、火炎 FF。 射程長くないか。ビーコンチャージャー来たー。ビーコンリッターずっと待ってたんだよ、ずっと待ってたんだよ、ビーコンリッター。え、スペシャルなんだろう。ドンピコ闘技場、あー、サーモンランの新ステージ。サモラン全然やってねえな、やんなきゃな。あられちゃんにいつもサモランやれって言われてんだよな。ん、なに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 これ、なんかボンバーマンみたいになってる。ボンバーマンじゃん。何これ、花火玉。あ、フェス限定アイテム。へえ、あ、花火なんだ。へえ、なんだこれ、ボンバーマンじゃん。おもろ。来月1日。お、来た。なかなか黒い任天堂が炸裂してるよな。うん、なかなか怖いね、雰囲気が。え、かっこいい。これもやりて。ちょっとサイドオーダー系1個もやったことなかったわ。第1弾それやってないわ。やろう。